はい、フリーライターの今週です。今日もですね。あのジャニーズ問題を風化させないために小さな動画を撮ろうと思います、えー、ちょうどですね、えー、ついつい最近、緊急キ,キッズの堂本剛さんが、えー、スマイルアップ旧ジャニーズ事務所を退所するということがあの報道されました。で、えー、それについてまあ、いろんな報道が出てるんですけども。 トースポの記事からちょっとと読んでいいいきたいと思います、えー。2月23日の記事で堂本剛が対象決断とで4月始動前に新会社の方があ生まれるんだけれどもタレント流出加速もっていう、ね、記事です。k 気 n k i の堂本44歳が22日スマイルアップ旧ジャニーズ事務所を3月31日に 対象するとと発表近畿としての活動は継続エージェントマネジメント会社スタートエンターテインメントは4月に本格始動する予定だがタレント流出の流れは止まりそうにないこのスタートエンターテインメントっていうのはスマイルアップが保証専門会社になるので芸能事業部門がなくなるので当然旧ジャニーズ事務所としてのスマイルアップは タレントや社社員を移籍するる会社が必要になるわけねでそうするとそれが、えー、スタートエンターテインメントになるんじゃないかということでスタートエンターテインメントは4月以降本格始動しますということでね、えー、そうなるとスマイルアップを早めに対処した方がいいわけですよなぜ早めがいいのかっていうといつまでも3月31日ギリギリまでいたりするとどうなりますかって言ったら。 ああ旧ジャニーズ事務所のタレントねっていうイメージがまずつくっていうのがあのついてしまうそうすると、えー、今ねあとあの CM 出演したくてもスポンサー企業はああジャニーズのタレントをやめてくれっていうのが支配的な考え方です。 でテレビ出演に関しても NHK を中心にして、正直、ジャニーズタレント、つまりスマイルアップの,ップのタレントを使うとなると、積極的にはちょっと企画が通りにくいな、いろいろ面倒くさい、なんでですか、皆さんお忘れになってはいませんよね、ジャニー北川という、ね、創業社長が1000人以上もの子供を制御したから、当然だけれども、これは世界中の話題。 ね、日本だけの話題じゃないです、世界中に話題になってしまったので、当然、えー、大手の企業、大企業は世界中に物を売りますよね。だから、日本でとんでもないこと、ね、人類史上最悪の1000人以上の子供を傷つけたあのような会社、あの社長のと,このところでは、いまだに働いてる人たちがいるっていうのは信じられないわけですよ。で、そんな会社なくなっちまえって、普通に思うわけですよ。 ね、そうなると結局はねそうだよなってそ,れをかその通りだよなって分かった社員は辞めるし、ね、タレントも辞めるんですよで辞めないと結局他の事務所に行って、ね、あの初めて仕事がもう一度戻ってくるけど今のところスマイルアップに居続ければ居続けるほどスポンサー企業は CM にお前ら出演させないぞテレビ局はお前らあの出演させないよっていうふうになってるわけね。 だからこれはね、事務所がいけないんです。つまり旧ジャニーズ事務所であるスマイルアップがまずいんです。じゃあ、何をすればあの仕事が戻ってくるのって言ったら、何度も言ってるけど、3つの課題を克服しなきゃいけない。それがスマイルアップなんです。一つは被害者に対する保障ジャニー北側川による、えー、加害の事実を、スマイルアップの東山社長も、 ね、前の社長も東東東、えー、藤島ジュリー子さんも認めたわけです。認めて責任を取ると、被害者に保障すると、万全を尽くすというふうに言ったから、被害者に対する保障今、950人以上が保証金を求めて、そのうち実際にお金をもらったのは201人だから、約2割の,あの被害者しかお金をいただいてないという、非常に被害者に対する保障が遅い。もう一一つそのの被害者に対してファンの一部が ね、あの誹謗中傷した、その誹謗中傷によってお亡くなりになった方が出てきてしまっているのに、誹謗中傷対策が万全でないっていうのが今のスマイルアップなのね。これもまずいよね。で、3番目、これが一番大きいんだけど。 ね、今まで子どもが1000人以上傷つけられたから、当然だけど同じような犯罪を犯さないように、えーねあのー、再発防止策っていうのをちゃんとやらなきゃいけないのに、この再発防止策が曖昧で具体的でないんですよ。ではね、チェック項目になるような点検リストも作ってないわけ。この3つの課題をスマイルアップは早く解決しなきゃいけないのに、3つともダメなのね。なので、タレントが。 テレビに出にくかったり、コマーシャルの CM の仕事が取れなかったり、しょうがないからライブ、ライブで収益上げるしかないよねっていうふうに仕事が制限されてしまっている、芸能活動が制限されてしまっているわけよ。これの余波っていうのは、例えば映画に出演するときもそうだよね、あジャニタレが一人いるわってなると、その映画に出資するスポンサーが引いちゃう可能性もあるわけ。これは、ね、そのうち、えー、舞台もそ,そうなってくる恐れが高いですよ。 だから早めにスマイルアップをやめた方がいいんです、タレントさんとしては。で、今回ね、まあ、堂本くんは4年ぐらい前から考えてたみたいだけどもさ、まあ、やめた方がいいなと僕は本当に思ってたから、やめて正解だと思います。で、剛はインスタグラムで人生の新しいフィールドへ進むことにいたしましたと報告した。1月には桃黒葉 Z の桃田香菜子と結婚。それに続いての大きな決断だと。で、 剛、えー、は旧ジャニーズ事務所創業者のジャニー北川氏の寵愛を受けていた一人だっただからこそ2019年にジャニー氏が、えー、亡くなった時は自分が事務所に残る理由はないとして事務所対象の意向を周囲に示唆していたというふうに芸能関係者がコメントしています決断するまでに4年半ほどかかった理由は近畿には愛情を持っており辞めたらグループ活動ができなくなる恐れがあったからだろうと。 で、芸能関係者がこういうふうに言います。それでもジャニーズ事務所という名前がなくなったことが対象を決断する大きなきっかけでしょうと。ね、スマイルアップになってからは事務所スタッフの信頼関係も崩れつつあったそうですと。これ大事だよね。だって社員やマネージャーがいなければさ、結局芸能活動ってできないわけだよ。だから当然事務所スタッフとの信頼関係が崩れたらもう終わりですね。で昨年末の東京ドーム公演で剛はファンに、 対して皆さんこうして一緒にいる時間をどうすればつなぐことができるのか本当に毎日一生懸命に考えていますと涙ぐみながら挨拶した結果的に嵐の二宮和也のようにグループに席を置きつつ独立した。で芸能プロ関係者が言います。 桃田の親族が事務所運営を手,け手助けするのではないかという話まで飛び出しています。これはどうもどちよし君が個人事務所を作ったんだよね、その退所した後に。だから、桃田の,の奥さんの親族が事務所運営を手助けするのではというふうな話まで飛び出していますと。今までソロ活動をやってきたわけですし、独立してもそれほど支障はないでしょうというふうに言うわけね。まあ、芸能プロ関係者で。他にも芸能関係者こういうふうに言うんだよね。だから あのまあ、どうもと光一君はスマイルアップに残るんだけどこれまでもスマイルアップのタレントたちの舞台プロデュースや演出などを任されてきましたとでこれからもタレントの育成を含めて舞台演出は彼に任せるしかないのでしょうとこれは光一君のことねでスマイルアップ所属タレントたちの多くは4月にも本格始動するスタートエンターテインメントを 社に移行する見込みだが一方で強者二宮のような流出はまだままだだだ続きそうだ僕もそうう僕も思いますなぜかというと今日今僕を取っているのは2月の25日だけれどもこの時点でまだス,マあのスタートエンターテインメントっていう新会社と契約したっていう、えー、スマイルアップ所属のタレントは一人もいませんからね見込みっていうふうに噂さされてるだけでまだあのいないんですよ。 スターティン・スターエンターテイメントのと契約しましたとかねスマ、うん、それがいないってことは、本当にギリギリのギリまで、えー、スマイルアップを対処する形で個人事務所を作ったり、他の事務所に行ったりっていう可能性は、まだ3月31日ぐらいまで担保されてるってことです。で、えー、スターテン・ターエンターテイメントの福田篤社長、えーえー、と井上原取締役 COO は現在、挨拶のため関係各所、ほテレビ局とかね、 関係各所を回るなど本格指導を前に奔走しているただタレントたちのは全幅の信頼を置いているわけではないというふうに書かれているね。でこの芸能プロ関係者が言いますまだまだ全体像も見えてないしかつてのように CM が戻ってくるかなどわからない部分も多いそのため不安に思っているタレントは少なくないようです。事務所を辞めても グループにはとどまれるという新ルールが確立された以上、中堅から古株グループのメンバーはいつ事務所を辞めると言い出してもおかしくない状態っていうふうに言ってる、まあそうだろうなと思います。実際、えーまあ、グループを脱退しなくても、事務所だけを離れられるっていう事例はいっぱい作ってきました、さっき今、記事に出てきたように、二宮君もそうだし、剛、え、君、ー、もそうなわけだよね。 だだからそれはありなんだなんっていうことですよただしですね、あのー、ここでね憂慮すべきことっていうのは別にタレントがスマイルアップを抜けるか抜けないか以上に彼らがなんでそんな事態に追い込まれてしまっているのかっていうとジャニー喜多川の犯罪を、ね、今も含めてこれまでずっとメディアが共犯関係として、えーあのー、ジャニー喜多川の犯罪をいわば 温存してきたからですまあいわばメディアは共犯関係にある存在なわけですよ。でそれをね、あのー、なんていうかな、ライターの,の藤木正さんが日刊現代に書いています、2月24日の記事です。いまだ被害者への保障は道半ばのジャニーズ事務所の元代表、故・ジャニー北川西氏による、ね、この問題。しかしかその根源には 多数のスターを抱える巨大系の事務所とそれにひれ,ひれ伏したマスコミの共犯関係が存在したと、えー、この度過去の報道を徹底的に検証しその罪深き構図を解き明かした著書、えー、メディアはなぜ沈黙したのか報道から読み解くジャニー北川事件を、えー、発表したライターの藤木正さんが解説するというものです 昨年3月、イギリスの公共放送 BBC がジャニーズ事務所の元代表ジャニー北川による未成年タレントへの恒常的な、えー、同性セクハラを告発する番組を放送した。それ以降、日本のマスメディアは蜂の巣,巣をついたように同事務所の問題を取り上げ騒いだ。結果、同事務所は社内体制ばかりか社名まで変えざるを得なくなった。当時の事務所代表藤島樹里恵子が出席した記者会見には多くのメディアが詰めかけあなたはジャニー北川の 加害を知っていたかと厳しく追ししたしかし会見の中継を見ながらそんなことは昔から分かっていたじゃないかという違和感,違和感を覚えた人も多かったのではないかその通りだマスメディアは何十年も前からジ,ュジャニー喜多川の加害を報道し我々はそれ,を前にそれを目にしてきた、ね、メディアはなぜ沈黙したのか報道から読み解くジャニー喜多川事件では とこういうい本が出たんだけど、えー、ジ,ャニー事務所ジャニーズ事務所が設立された約60年前まで、えー、遡り、同事務所に関するスキャンダル記事を読み込んでメディアとの加害問題の関連を明らかにした。スキャンダル記事の文脈にはメディアが事務所に懐柔され、その横暴に加担した過程がわずかずつ残っているからだ。例えば、ジャニー北川は1962年に、 えー、彼自身が結成した少年野球団の選手に歌や踊りのレッスンを始めた頃からこっちの問題で裁判になっている後に俳優として人気になる青井照彦や、えー、井野宇佐美が所属していた初代ジャニーズのメンバーほか、えー、レッスン生の数人が。 ね、性的な行為を強要されたと訴え、レッスン場を提供していた芸能学園の経営者が表沙汰にしたんだと、しかし直ちょ、その直後、ジャニー北川と姉のメリーは当時、芸能界に独占的な力を持っていた大手事務所、渡辺プロダクションの傘下に入り、ジャニーズの4人とその親を懐柔、ね、被害を証言させなかった、また裁判の取材に関して、渡辺プロが厳しいメディア感性を敷いたため、ごく一部の週刊誌しか報じなかった。 その後、ジャニーズ事務所を大きく躍進させたのは、1968年にレコードデビューしたフォーリーブス、えー。彼らは少女漫画の少年キャラのような甘いルックスで人気になる。それがジャニー北川が求めた少年アイドルの理想像だった。しかしトップスターになっても、事務所はフォーリーブスを発球で酷使したため。つまり、えーあの、ギャラがめちゃめちゃ安かった。そのたのにめちゃめちゃ働かせたってことねそのため、70年代に何度も解散騒ぎが起きた。彼らの公演の日立ては、 日立てのギャラは200万から250万と言われたがメンバーの月給は20万円程度でレコードの印税も支払われなかった。 解散騒動が報道されるたびメンバーの誰かが悪者の口車に乗せられたというゴシップが報道されたそれらの記事の論調から明白にわかるのは「フォーリーブス」を少女雑誌の表紙やグラビアに使うと部数が大幅に伸びるため出版社は彼らの写真を優先的に掲載できるようジャニーズ事務所に忖度したゴシップ記事を載せたという事情だ。 メンバーの一人、北浩二は、後に暴露本、光源氏へ、これ、1988年に出た本だけども、ジャニー北川の加害を告発する。背景には、事務所の、えー、タレント国士やグループ解散後の冷淡な態度への復讐心があった。フォーリーブスとともに、えー、70年代初頭、えー、ジャニーズ事務所を支えたアイドルゴー、郷ひろみも、月給の安さを何度も訴え、金にうるさいと週刊誌に叩かれた。 ね、吸った問題の果てにゴーはジャニーズ事務所を退所し、1975年にバーニングプロダクションに移籍、その過程で出た記事には、母親が、ヒロミがもう、似たいと,とまで言ったんですと、その事情は彼が出から出ないと消えませんというものまであった、それは給料問題の背,景背後にあったジャニー喜多川の摂、ね、秘、えー、の強、ね、要を暗示するように思えると。 で80年代、たのきんトリオと呼ばれた田原俊彦、野村佳夫、近藤雅彦の3人が人気になると、ジャニーズ事務所の応募はますます激しくなる。1981年、ジャニー北川のホモセクハラの噂を記事にした週刊現代に対し、メリー北川は強硬に抗議する。当時、えーね、この雑誌の編集者だった、えー、本木雅彦は、えー、メリーの抗議の直後、突然週刊現代から女性雑誌、婦人クラブに移動させられたと証言している。 少女フレンドをはじめ少女雑誌を数多く発行していた講談社はジャニーズ事務所にけじめを示し他の金の写真の使用禁止を免れたその一方で系列会社が発行する日刊現代には1983年からドキュメントノベルと称した、えー、トヨタ行事の「ガラスの野望」が掲載されたこの小説はホーリーブスの北工事とジャニー北側川の肉体関係を描いたモデル小説でいわばジャニーズ事務所への報復だろうと 同作は暴露本光源氏へに5年先んじていると。当時は芸能事務所と出版社がまだまだ町長々発信の関係にあったのだ。しかし90年代、光源氏やスマップなどトップアイドルを次々と送り出したジャニーズ事務所は圧倒的な権力を手にして出版社やテレビ局を懐柔した。その背後にはメディア企業幹部のための接待同様の取材ツアーや億単位の利益をもたらす利権事業がある。 こうした策略も週刊誌報道の中にわずかに文章という形で残っているのだ。1999年、週刊文春が、えー、ジャニー北多川の性加、えー、を告発する報道キャンペーンを張り、やがてジャニーズ事務所に告訴された。だがその時、その時代、記事を追後追いしたり、裁判を詳しく報道するメディアは少なかった。発表されたわずかな記事から裁判の様子をできる限り再現してみると、ね、 美白を欠か,かされたメディアがいかに及び腰だったのかが分かる最近の吉本興業絡みの松本人志の,あの報道に現れているように多くのメディアは大手じ、えー、芸能事務所を擁護するその主義の根源は人気タレントに依存して成果を優先しモラルなど顧みない企業風土だそこにジャニーズ事務所の成長とともに歩んだ日本の戦後が凝縮されねこの 制御、えーえー、事件によって今、その解体的出直しが迫られているというふうに藤木正さんは書いている、いや、全くその通りだと思います。結局、テレビ局も新聞社も、なんやかんや言いながら、ジャニーズの恩恵を受けたい、視聴率を取りたいうっていうような、もう、まあ、かる方に味方するっていうことをジャーナリズムはやってきたんだよ、テレビや新聞も。 だからこそ1,000人以上の子どもが傷ついたとてつもない人類史上最悪の犯罪なのに今もうテレビは後追いとか深追いする取材をしてないよね新聞もそうだ恐ろしいよね でねやっぱりね、あのー、じゃあそういう風にテレビがダメだ、新聞がダメだってときに、後から出てきたメディアが週刊誌、雑誌っていうものなんです。だからテレビもやんない、新聞もやんないんだったら、ね、雑誌がやるぞということで週刊文春が息を巻いてるわけですよ。それでね、えー、東京 MX が20 2月23日に出した記事で、えー、週刊文春の元エース記者と週刊誌報道のあり方を徹底討論という記事。 えー、なんだけれども、週刊文春の元記者でジャーナリストの中村隆太郎さんを交えて議論したと。で、まずね、あのー、うんあの、ザ・ヘッドライン編集長の石田健さんという方が出てて、文春をはじめとする週刊誌がやりすぎなのではなく、テレビや新聞が報道をやらな,いやらなさすぎると指摘すると。例えば ね、制限などの誰かの人権を侵害しているものに関しては告発の場がないことが根本的な問題なのでそこで週刊誌は非常に大きな役割を果たしていると評価しつつテレビや新聞が全てき,きちんと報じれば週刊誌はやり過ぎであると堂々と言えるそれが言えないというのはやはりテレビや新聞が報道としての役割を十分に果たしていないのではないかと熱弁したとまあそうだろうなと思いますよ。 でね面白いなとか思ったこの記事の中で言うとね、この,なあの元週刊文春の記者の中村さんはあの、スクープの出どころ、ネタ元について言及、その一つにテレビの記者、報道マンがあり、なぜなら彼らがいくら取材を重ね、有益な情報を得ても、テレビでは報じられないことがあるからって言ってるんだよね。 つまりテレビ局はある程度調べて知っていることがあったとしても番組の中で紹介できないってことが起こってるんだってだからそのネタが週刊文春に流れてくるっていうことなんですよ。ってことはさ現場はやろうとしてるのにそれを止めたがるっていうのはまあ正直、あのー、まだまだジャニーズの人気タレントで稼ぎたいっていうのが本音なんだよねあのテレビ局は。 視聴率が取れなかったらテレビ局全体が今、広告収益の売り上げが落ちまくってるから、あのこのままいくとテレビ業界っていうのは、まあ、今ね、大、え、体、ー、テレビ局、在京企業に勤めているテレビ局の正社員の平均年収って1000万から1500万ですからね、1500万の生活を捨てたくないと思ったら、お願いですと、あのジャニーズタレント出てくださいと思っているあの人が現場よりも、つまり番組制作の現場より上にいるってことなんだよ。 それが恐ろしいよね。結局自分の年収、高い年収を守りたいから、現場に、本当に現場は、ね、旧ジャニーズタレント使いたくないのに、ね、とにかくなんとかできないかって話をしてる人たちがいるってことなんだよ。社長ですらそうだよね。まあ、まあ、文化放送だったりさ、フジテレビだったりさ、もう何やってんのっていう人たちがいますよ。ね。 まあでもねこれもね何ていうのかな長い目で見ると結局ねあの解決策をちゃんとやらないと同じ問題が続いていくって話なんだよね。少なくともタレントも社員もね、えー、あのスマイルアップのタ,タレントも社員もどれだけ子供が傷つけられても自分たちにはの 経営者の社長の東山君は責任があるというふうにあの公言はするけどタレあの、タレントや社員はそれを支えてたんだよね。ジャニー喜多川の犯罪を支えていたわけを見て見ぬふりをすることによって、一番近くにいた人たちが支えていたわけだよ、犯罪を。でもその自覚が全くないし、なぜ自分たちが今スポンサー、CM にも出れない、テレビにも出れないっていうふうに芸能活動を制限されているのかっていうことも、ちゃんと意味を理解できてないと思う。 だから堂本剛君も含めて、これまであのスマリアップを対処していった人たち、二宮君とかも含めてさ、長瀬君とかも含めて、はっきり言えばよかったのにって思うよ。ね、ジャニー北川というとてつもない犯罪,犯罪者がいたと。自分が被害に遭ったかどうかは横に置いたとしても、1000人以上の子供で日常,日常的に被害に遭ってた人たちが山ほどいたんだと、ね。それはね、正直僕も見て見ぬふりしてしまったよということを。 ジャニー北川の周りにいた人たち、それ東山君も含めて本当はそうなんだけども、ちゃんと言えばいいんだよ、はっきりしたこと見て見るふりして申し訳なかった、つらいと、自分より若い子たちが被害に遭ってるのは見てて本当につらかったとか言えばいいのに、なんで今もって言えないんだろう。テレビもなんでそれをさ、言える環境を作らないんだろう。 なかったたことにし,たしたいんだろう、テレビも。おそらくテレビの人たちもジャニータガが何をしてたかを理解できたからだと思うんだよね。理解できると自分たちも見て見ぬふりをしてたって分かってるんだよね。とするとまあジャニータガはお亡くなりになっているけれども実際にはそれを見て見ぬふりしたら未必の恋といってほ助犯もしくは共犯として立件されかねないからみんな口をつぐんでしまってるんだよ。 テレビは検証番組をやりながら反省したふりだけするんだよ。それはどちらかというと国民向けではない、視聴者向けではなくて、スポンサー企業に対して示しをつけてるだけなんだ。自分たちの生活、ね、高い年収を保証してくれるコマーシャル企業に対して、ね、一応テレビもあの反省してるんでよろしくみたいな感じで、みそぎは終わったみたいな感じで。だから、 ちゃゃんんとこの問題を掘り下げるっていいう番組は作らないじゃん社員がどこまでかかってたかみたいな検証番組しかしないじゃん。そうじゃない。なぜ自分たちは見て見ぬふりをしてきてしまったのか。そして被害者はもうすでに950人以上が保証金を求めるってやってるからもう少し経ったら1000人突破しますよ。つまり被害者は少なく見積もって1000人以上いるわけ。だって相談できない相談する勇気がないっていう人もいっぱいいるし。 ね、相談を受け付ける保証,保証の,さあのページがあのインターネット上にはあるけどインターネットやってない人とか海外に住んでる方とかもうすでに一人でお亡くなりになった方とかは保証受けられないからね知らないから保証やってることすらしかも保証のお金ですらさ1000万とか1500万とか1800万とかいろいろ報道では出てるんだけれどもなんでその額面になるのかの説明が全くわからないわけ。 客観的なその評価基準というのを示してないからなの、あの被,害被害者救済委員会が。で、えー、そうなると、結局その値段が正当性のある値段なのかっていうのも分からないし、ね、もらったら、あとはもうその,、ね、あの,なの額面を公害金しようと、もし誰かに漏らしたらあのあの、もう金出さないからねっていうふうに、もう秘匿条項っていうのをつけたりしてる。とてつもない あの秘密主義なんだよ、スマイルアップって。多分旧ジャニーズ事務所の時代から秘密主義なんだ。そんで、そんなところでさ、まあ、タレントがマネジメントされるわけだから、タレントも辛いだろうなと僕は思いつつもさ、ただ、その一連のなんてうんだろうあの、作業を支えているのは、日常的に働いている社員の方々ですよ。だから僕は社員の方々がどう考えているのかだろうなと思って、いろいろ調べてみて、ほーっと思っていたのが、 オープンワークっていう、まあ、社員が会社をあの匿名で査定できるっていうサイトがあるんだよね、オープンワークっていうで。そこでね、スマイルアップの社員の人たちの声をちょっと見てみたら、なるほどと、あれだけ大変なあの芸能ビジネス、マネジメント業なんだから、俺、年収いいんだろうなと思ってたら、とてもじゃない、安いです。300万から500万台です。 だから日本人の平均、男性社員だと平均年収で470万ぐらいなんだけれども、それと同じか、それより安いぐらいだから、ちょっと仕事はやりがいがあるかもしれないけど、もらってるとは言えないよなって感じなの。そうするとやっぱり不満が出てくるよねって、社員の。でね、こういうふうに書いてある、これね,ね、去年年末の書き込みで。 ね、あの社員が何しろ会社を査定できるのがオープンワークっていうかあのサイトなんで裁量労働制という定額制働き放題プランに知らずに加入さ,かさせられるとどんだけ働いても働かなくても定額ボーナスは基本給が低いため微々たるものっていうふうに書いてる人がいるそうでね年収500万もらってるっていう人でも これは2020年の頃だからまだ問題発覚前だけれどもそれでもすごい不満の声が上がっててあの目標管理で上司との面談をし年に1回ランク付けされますが上からどういった評価をされているか分かりません、うん、で他にもね、まあ、2024年2月だから、まあ、今月だな今月書き込みがあった場合450万円の社員だと 独自の制度、評価制度がありますが、結局、上司の評価に紐づ付けやすく、他の人も同じように言ってる。で他の人の話を、例えば2023年12月だから去年の末に書き込まれた内容だと、ここにいても成長しないと思ったと、ただただ時間だけが過ぎていく。 その時にふと我に返ると何をやってるのかわからなくなる。去年の12月だからつい最近の,あの社員の話です他にもね、あのしごうんこれはまあ2020年だから4年前の話なんで、発覚前だけども、問題発覚前だけども、退職を検討した理由として、 仕事も自分たちで取ってくるわけではなく会社の力で取れているんだと思うとそこに自分のやりがいのなさを感じて退職しましたう、ね、そう2018年に退職した人なんかは給与も低レベルに抑えられ評価制度もあるにはあるが今どきでないとガチガチの,あの職能での枠組みに無理やりはめ込まれているみたいな声もありますね。 まあ他にもね、あの入社理由と入社後ギャップっていうテーマで、えー、去年の12月に書いた人だと,、えー、っと、ブラック大前提って書いてありますね。他の、ねえー、人でも、うん、現場で、えー、肌で感じて覚えるしかないので、積極性がないときついと、最初は奴隷からのスタート。 なるほどね。まあ、近代化されてないんですね、働き方が。ああ、なるほどね。えー、っと、他の女性の社員もいるみたいで、現場にたまにしか出ないため、男性よりは確実に働きやすいと、女性社員は。これ、在籍3年未満ですけどね。だからその分、社内の関係性にぎくしゃくするときついと、そういう人が多いと。うん。ワーク・ライフ・バランスはないと思って OK。 て <laughs> 書いいるねないんだよワークラライフバランスなんてそうだから結局働いてる社員ですらこのように感じて不満がね噴出し始めてるってことはやっぱりねジャニー喜多川という人が亡くなって、まあ、メリーさんも亡くなり藤島ジュリー恵子さんも、まあ、去年の秋にはあの会社としての責任を認めてね 保証するってことが始まって以降、もうなんだろうな、いわゆるこわもての経営者いなくなって中、求心力は薄くなくてもなくなってしまった。で、社員も正直言って、働いてる中身に関して、やりがいは感じるものの、 結局仕事が忙しすぎるとかね、見合わない給料の額面になってる。ということで、ジャニーズ稼いでる割には、社員に対してもタレントに対しても、あのーまあ、その恩恵をちゃんと行き渡らせてないってことなんだよね。だから、ブラック企業なんだと思うよ、実際。だけど、小さい頃からタレントはそこに慣れ,慣れさせられてきたから、まあ、我慢すれば。 なんとかなるとかって我慢ばっかり覚えさせられてきたんだと思うし社員は大人だからあ,のある一定のところまで働いたらこんなところでは働けないということで退職をどんどんするわけよね。しかも自分が担当しているタレントまでが先に退職してしまったらいやめざるをえなくなるよね結局。っていう意味ではさまあ剛君が退所した退所がもうはっきり表に出たってことは。 他のタレントを預かっている、あのー、マネージャー社員とかも、まあ、このあと大変になるでしょうね。そして、もういい加減ね、ここまで世間からバッシングされて、あなたどこにお住まいですか、あお勤めですかって聞かれて、スマイルアップって言ったら、結婚できないと思う,思う <laughs> っていうさ、女性社員もいるだろうし、もし男性社員が、ね、これから恋愛して結婚しようって時に、 あのだ誰か女性と出会ってえど,どちらであの働いてるんですか年収いくらですかみたいなさもう結婚手前の会話になった時に「えあなた何スマイルアップにいたの?え」えダメじゃんと」と女性から軽蔑されるよね。だって1000人以上の子供をさ 制御したさ、とてつもない会社なのに、さっき言ったように被害者保証がなってない、誹謗中傷もちゃんと対策取ってない、そして再発防止策すら曖昧だ、こんな会社にいつまでいるのと、あんたとは結婚できないわよって話になるから、まあ、よっぽどのおバカさんな女性でない限りは、多分スマイルアップの男性社員とは結婚したがらないだろうし、すでに結婚してる人だとしたら、子供から軽蔑されるよね。 すでに結婚してて子供がいて、子供が中高生ぐらいの、ね、世間が少しずつ分かるようになってきたときに、お父さんいつまでスマイルアップにいんのもう剛君もやめたよと。二郎もやめたよと。お父さんはいつまでいるのそしたらお前の進学費を稼ぐためまで頑張ってんなとか、ね、言っても、いや、やめてほしいと。学校でいじめられるからと。お前の親父スマイルアップだろっていうに言われるからやめてほしいっていうふうに子供からも言われて,てしまうと思うこれだけ SNS でさ、 あ剛くん退所したと、ああ、剛くんすら退所するんだと、あんなにね、あの、あのなんていうんだろう、長くジャニーズ時代を支えていたタレントですら、ね、キンキキッズが残るんだったら、もう退所するって言ってやめるんだそのうち僕はね、スノーマンも n も運ぼれすると思います。A グループもそうだろうな。だから、どん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 運ぼれし,しないと、仕事が来ないから、結局。 誰にとっても良くないことを事務所はやっているのに、社員もタレントも事務所に対して、もうはっきり言ってさ、あのストライキを起こせばいいと僕は思ってるのよ、社員もタレントも。ねあの、個人では弱いかもしれない、だけどストライキ、労働争議ですよ。労働争議をやって、ちゃんとさっき言った被害者補償、きちんとやれ、誹謗中傷対策、ちゃんとやれ、そして再発防止策、もっときちんと具体的に出せと。 これを事務所がちゃんとやらないんだったら、私たちは仕事しませんっていうのに、どうせ仕事来ないんだから、CM の仕事もテレ,テレビの仕事もなかなか来ないんだから、だったらストライキやって、事務所を動かした方がいいよ。はい、もう一斉にストライキやりましょうよ。そしたら、もし反社の人,人のような闇の世界の人が経営陣を牛耳っていたとしても、みんなで休めば怖くない。 でそうやって事務所がちゃんと3つの課題を解決してこそ初めてテレビ局もあそこまでちゃんとやったんだったらっていうことで出演を OK にするし CM のスポンサー企業もちゃんとこの3つができているならばあの仕事やるよって話になるのでそれがなければタレントは流出していくしかなくなるんだよこれは新会社に移っても同じことです結局ねあの旧ジャニーのスマイルアップから来た スタあの人でしょって、そこにするっと移行してきた人たちなんでしょっていう見方はあるから、スタッフ・エンターテイントに再契約したからといって、仕事が増えるわけではないですよ。だって仕事を渡すのはテレビ局の方であり、スポンサー企業の方なんだから、ジャニーズ事務所じゃないんだよ。芸能事務所っていうのは、仕事をくださいっていう側の,の立場だからね。 だから、ちゃんとスマイルアップが機能不全になっている3つの課題を解決しないうちは、ね、タレントにはあのどの事務所に行こうとだよ。結局無理ですよ。だから早めに個人事務所を作るなり、まあ、だからどうもとつよしくんが個人事務所を作るって言ってるよね。正しい。二ノ君もそう、二宮君も同じ。個人事務所でやった方がいいんですよ。いろんなところとつながれるから。 もちろん他の事務所に行った方がいいと思います。辞めざりの方が実際稼いでるからね。だから一刻も早く辞めた方がいいよって僕は散々言っています。タレントを守りたいファンだったら、早くスマイルアップを辞めてって叫ぶべきですよ。ね、それで、そのように、でそれが届かないんだったら、ね、社員の皆さんと全員でストライキしましょうと、明日から働きませんと3つの課題をあの経営陣があのやらないあの、ちゃんと解決しないうちは、うちら、 あの無期限ストーンに入りますとかやった方がいいと思います。ね、そうすれば、どうせ仕事は来ないから、もうあの、経営者の人たちなんてね、たかだか、まあ、何人しかいないわけだよ。スマ i l e −は東山君にジュジュ、ジュリーイ子に、あと何人、あと、あのなんだ、えーあの、やり手のマネージャーが何人かいるレベルだから、ね、200人近い社員は、ね、一斉に、あもうやめますと、<laughs> ストーンやるかやめるかしすれば、 あのつまり、やっぱり機能不全に陥るので、そうすると3、さっき言った3つの課題を解決しないとタレントに仕事が来ないんだなってことを、ちゃんと理解できるようになるかもしれません。だから社員の方も、本当にタレントをね、あの同じ志の仲間だと思っているんだったら、タレントを守るために会社と戦わなきゃだめです。ファンがね、ファンはね、会社に対して戦わないよ。うんね。 結局はあのタレントにとっての ATM ですって言ってる人もいるぐらいだからね。だから社員の皆さんが一、まあ、人ずつ退社していくのは分かる気がするけど、残ってるんだったら僕はストーをやった方がいいんじゃないですかと思います。そのことによってね、実際3つの課題を解決してほしいです、僕は。早めに解決しないと困るのはタレントだけじゃなくて、被害者なんですよ。被害者は何十年も、 子どもの頃のトラウマで精神病で眠れなかったり鬱になったり働けなかったりヒントにききづらい何十年送ってきたんだよ。その痛みをさ理解しようとし,しないんだったらもう人として終わってると思います。皆さんはどのようにお考えでしょうかぜひコメント欄に書いていただけるとありがたいです。 であのー、毎週金曜日夜9時から生配信をしてますので、えー、チャット欄におかけになりたい方は、ですねお早めにチャンネル登録をお済ませください。この下にある僕の顔写真か、こっちかな、こっちかな、あのー、クリックするとチャンネル登録できます。それとよろしかったら、こういう動画も、あのー、Facebook や X に、えー、拡散してほしいので、この動画の下にある共有っていうところをクリックして、拡散してもらえるとありがたいです。では、またね。